ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はアンカーの充電器の中でも特に人気の製品、アンカーパワーコアフュージョン5000というモデルをご紹介します。この製品最大の特徴としてはモバイルバッテリーと USB 充電器の両方を兼ね備えているというところです。今画面に表示しているのがスマホやタブレットを充電している最中の様子です。写真左のように AC アダプターのような感じでコンセントから給電しながらスマホやタブレットを充電することもできますし、写真右のようにコンセントに接続しない状態でモバイルバッテリーとして使うこともできます。本体にバッテリーを内蔵していますので、その本体のバッテリーも充電する必要があるんですが、この本体のバッテリー充電方法としては2つあって、まず1つは他の AC アダプタから USB ケーブルを経由して充電する方法。これは一般的なモバイルバッテリーの充電方法と同じです。そして二つ目の方法がコンセントに直接挿して充電するという方法です。ただし、このアンカーパワーコアフュージョン5000の本体を充電する際は、タブレットやスマホなどの充電をすることはできません。本体の充電中は他の機器に給電することはできなくなります。またこの製品はかなりコンパクトな製品ではあるんですが、プラグ部はきちんと折りたたんで収納することができますので、携帯する際も邪魔にならないという特徴があります。今回ご紹介したアンカーのパワーコアフュージョン5000は人気も高く、実際に購入された方々の評価も高い製品です。この製品一つあるだけで AC アダプターとモバイルバッテリー両方の機能を備えていますので、外出時の荷物を減らすこともできます。なお、この動画の概要欄に今回ご紹介したアンカーパワーコアフュージョン5000の販売店のリンクを貼っておきます。価格や詳細なスペックなどが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。